演武開演。どうも、本日はこちらファミリーマートのふんわり桜のブッセを食べたいと思います。ふんわり桜、お菓子でお金をしろというのでしょうか。持ったら崩れそうですね。では、いただきます。え、で、とじゃなくて、主な部分は洋風のクリームですが、そこに和風のあん、さらにあんこや白玉も入っていて、和と洋両方で桜を堪能することができて、とっても美味しかったです。食べるお花見というのもいいんですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。